はい、どうもチョコ先生です。今日はゲストさん2人目ということで、伊藤さん、書きたい字は上善水のことしだそうです。こちらは、お酒の名前ですかね。じゃあ今日は多分お酒を飲みながらのお話になると思います。じゃあ早速つないでいきたいと思います。こんばんは、聞こえます？あ、今タバコ吸ってました。あ、ちょっと待って、そっちか。どっちでもいいんすよ。どっちでもいいの？え、ま、どっちが一番好き？はい。あ、いや、こっちは飲んでないんすよ、まだ。ほう。でも買っといたんで。え？今から開けるつもりで。先に書いといた、上善水のごとしの方は飲んだことあるんで、書きますね。あ、やべ、漢字。合ってるかな？あれ合ってます？あ、なんと。ここ。羊っす、羊。気のせいですよ。気のせいですね。見間違いです。いや、かけてる。いや、かけてます。さすが。じゃあ、名前と、年？はい。あ、はい、自己紹介。あ、そうそう。自己紹介。軽くでいいので。はい。じゃあ、よろしくお願いします。芋です。今は22歳になります。お願いします。お願いします。はい。じゃあ、上善水のごとしね。好きなものがこれってことで、お酒が好きってこと？あ、そうですね。日本酒をテーマに、はい、日本酒でおすすめなのはこれかなって思ったんですよ。あ、なるほど。結構どちらかというと飲みやすいタイプの日本酒で、これスパークリングとかも出てません？違ったっけ？あ、出てます。出てますよね。出てます。そうそうそう。むしろスパークリングの方を飲んでおうって思った。ミオあるじゃないですか。はいはいはい。そう、ミオ、意味はちょっと味やっぱ違うんですよ。甘い系？フルーティー系？あ、これスパークリングは甘い系ですね。あ、そうなんだ。あの、普通のも売ってるんです。これもともと普通のなんだろう、吟醸酒、大吟醸、そっちが、まあ、ベース。派生がスパークリングか、きっと。あ、そうですね。あとなんか他にも種類いくつかあった気が。へぇ。後で話すと思われる、これも、まあ、一応いろいろ種類あるんですよ。はいはいはい。ピンキリまで。へぇ。そうなんだ。なんか、メジャーなやつが、こんな風に書いてあるやつじゃない？そうです。そうです。あーって書いてある。あーって書いてある。それのなんかグレード上げたのがあるんですよ。それを買ったんですよ。だから開けたいと。え、ちょっと待って、私今これ適当なレモンサワーを割って飲んでるんですけど、まだ飲んでないですか？すいません、もう先に一缶あげてます。準備万端です。やっぱ字綺麗だな、今さん。そうですか。うん。ここの隙間がめっちゃ等間隔なんで上手なんですけど、この上の横棒あるじゃないですか。オーバーに書くとこういう感じ、こう、ああちょっと上がる感じね。そう、あーって押し上げる感じ。あー、上手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 、すごい、素晴らしい。あ、ぽい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 。え、めっちゃもうさすがですね。やった、すごい。え、ちょっと待って、あの、念のため聞いておきますけど、アル中とかではないですよね。はい、控えてる方だとは思いますよ。普段どれぐらい飲むんです？缶で言うと 2,3 缶くらいしか飲まないですよ。週に何回ぐらい飲むんです？週に？あ、稀に絶やす。え？あ、これはもしかしてアル中？ちょっと待って、ちょっと待って、ほぼ毎日自覚していない。3缶ぐらい飲んでるんですよね。え、いや、気のせいだと。え、当ては何？当ては。当て、今日は。うわ、何？何何何？カツオスライス。なんかあの、カツオ節の厚い削りみたいな。美味しそう。いや、これ美味しいんですよ。美味しいです。なんか、ね、猫みたいなもん食ってますね。猫にあげたら喜ぶと思います。それはあげないの？これあげたらもったいないっすよ。やっぱこんな美味しいのあげたらもう。もうあれか。他の食べない。そうですね、キャットフード食べなくなっちゃうね。じゃあ、善っていう字いきたいと思います。あー、難しそう。これマジで上手になるパターンなんで、ちょっと安心してください。マジっすか？マジっす。羊って3本線の長さって全然違うじゃないですか。あ、あ、もしかして、うん、上全部揃う？そう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 、揃えるんですよ。あらあらあら。気づいた。え、難しい。やばっ、ほらすごいな、綺麗。 あ、全然違う。うん、上手。めっちゃ上手。あの、ここができてんのもやっぱさすが。あー、口の出っ張りっていうか。そうそうそう、出っ張りね、出すっていう。うん、もう何も言うことないっす。
ちょっとタバコ。いいっすよ。タバコね。はいはい。この上善水のごとしは、はい。どのタイミングで知ったんですか？あ、なんだろう。ちょうど、うん。まあ、それこそ日本酒買いにスーパーうろうろしてたんですよ。で暇ないからいつも通りミオでいっかって思ってはいはいはいミオの方に行ったんですね、はい、そしたら横にこれのスパークリング並んでてあ、一緒にあったんだそうなんですよ、うんうんうん、ちょうどまあ横に並んでたらまあ気になるじゃないですか、うん、そうですねなんだこれ、うん、まあ買っちゃいますよまあねで飲んだらあ、これはミオよりうまいとへー乗り換えたくらい？ああ、そうですね、そっちの方が好きです。へえー、いいなぁ、なんかそういうなんかこうふとした出会いいいですよね。ときめいちゃいますね。そう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 。多分その日の妹さんになんかビビッとくるもんがあったんですよね、きっと。結構新しいもの好きなんですよ。あ、そうなんだ。まあ、食べてみて、うん、口に入れてみて、うん、判断する感じで。美味しかったらそっちに乗り換えちゃいます。なるほどなるほど。え、たまにフル株に戻ってこないんですか？あ、戻ってきますよ。おそれはもちろん、ね、恋しくなるじゃないですか。故郷のような。あ、故郷のような、なるほど。本当好きなんですね、だから。もともとはまあビールがやっぱ好きだから。うん、なんかさ、話聞いてると、もう30手前ぐらいの内容ですよね、会話が。ゆっくり飲むのが好きなんで22の楽しみ方じゃないですよね、そうですか22はもうガバガバ飲んでちょっとワイワイやるのが楽しい感じかなっていうでもイモさんはもうすでにしっぽり飲むのを分かってるというか置いてる人と一緒に飲むのも、まあ、好きですよ、うんうんうん、お話弾みますし、うんうんうんなんか面白いこと起こるし面白いことそうだねそれはそれでまた楽しいんですけど、うんうん、まあお酒ベースで楽しみたいって思ったら一人ですねそうなんだよな一生書いてたな女下からこうシュッて払う感じこれ払うんですかそうそう払う払う払うんだ、うん、なんて言うんだろうちょっと難しいので日本酒を足したいと思いますはいどうぞ行ってらっしゃいあいざこれ蓋開かないかもしれないえ、ちょっとパッケージ見せてくださいよ。見たい見たい。これです。うわぁ見る。めっちゃ綺麗これ純米大吟醸なんですけど。はぁやばなんかヒューマンっていう。なんか書いてあるね。高そう。どちらかというと安牌な方の。あ、そうなんだ。あ、これ硬い。開かないかも。えうわぁ飲みたいのに開かない。あ、いた、やった。あ、よかったよかった。ありがとう。よかったよかったいやもう今日はワイングラスでいきますすごいやばいなんかこのお酒もともとワイングラスで飲んでくださいっていう説明書きがあるほどなんですよへえ。いただきますどうですかあ、うめえあ、うめえこれあ、これはうまいあ、決まる感じしますねじゃなくて決まるやっぱ無理してでも高いお酒は買うべきですね結構フルーティーですねこれなんかパッケージ的にすごいカッチリしてるから辛口なんかなと思ったらいやこれすごい甘口の方だと思いますへえ飲みやすいんだねじゃあこれダメだガムガム飲んでしまうといけないやつだめっちゃ足しなんでてすいませんそれありきなんでやばいゲシュタルト崩壊してきたいや、やってしまった。今、割と、イモさん、正方形なんで、ちょっと、横長にするといいかな。ああ、横長そう、横長。横長。あ、そう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 上手上手、これいや、もうこれ結構難しい字だった。ほんと。じゃあ、最後は、ちょっと難しいオーダーしますよ。これできたら完璧です。はい。あ、もしかして。ああうめき声が聞こえましたけど。いい感じ、いい感じ。あ、無理だ。いや、いい、いい。揃ってる。すごいって。めっちゃ綺麗じゃないですか。え、なんでそんなに残念がってるのかわからない。え、だって横揃ってなくないですか。いやいやいや、だってさ、ここのスペースができたもん。全然違いますよ、本当に。とりあえず、4文字終わったんで、最初に書いた、上善水のごとしの上に書こう。はい、ちょっと喋りかけないんで、どうぞ。
急にプレッシャー。すごーい。いきますか。めっちゃ綺麗。あれやば。いや、めちゃめちゃためになる。全部上手になった。余白か。余白ができたのが大きいかな。イモさん的にどれが一番変わったなって思います？これかな。やっぱそうですよね。ここのインパクト。横棒のインパクト。すごい。感動。どうでしたか今日ちょっと喋ったり書いたりしてみて。でもめちゃめちゃ勉強になりましたね。お酒飲んでる場合じゃないですよ。いや、てかお酒飲んでてこの字書けるってすごいですね。まだあのほろ酔い。あ、ほろ酔いだからか。これがね、4杯目以降になるとちょっともうガタガタガタ、違う話し始める。お酒飲みながら勉強できるなら最高ですね。学校では教えてくれる。そう、できないからね。学校でアルコール入れながらね、漢字の勉強はちょっとできないから。ちょっと時間的にクヘイジができなかったけど、どっちも聞けたから良かったなって思った、個人的には。確かにそう言われてみれば。そう、じゃあ私もクヘイジいずれチャレンジしたいと思うんで。お好きな日本酒を。そう、ぜひ。か上善水のことしをちょっと試したい。せっかく書いたしね、こっちを。一番おすすめはまあスパークリングから入ることです。あ、わかりました。あの、ちょ、イモさんがあの入った感じで私も入ってみますね。そうね。そうそう、ミオも隣にあるといいな。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよなら、バイバイ。はい、バイバイ。バイバーイ。